の日本最高。はい、引き続き後半です。よろしくお願いします。お願いします。なんか元気ないですね。今日はなんかもう皆さん疲れちゃってるみたいで。暑いですか。暑いですからね。ちょっと集中力が落ちてるけど大丈夫ですか。で、それではですね、素読というものを、はい、ちょっと実際にここで。そうですね、一応教材のギャラリーの皆さんにお配りしているのが3種類あるので、難しいなとかわけわかんないよとかそういう話ではなくて、読めばいいって気が楽じゃないですか。で、実際子供の気持ちになってればいいと思うんです。文字さえ読めないよ僕はっていう気持ちで、このプリントを見なくても、いわゆるその耳からのインプットだけでどんなものかっていうのを聞いてほしい。で、それをやがて自分で発音すればいいだけなんで。じゃあまずですね、こういう教材で論語ですね、孔子の絵が書いてあるものを手元にちょっと出してみていただいていいですか。ちょっといいですか。はい、先ほどちょっと触れましたけど、私小坂議員と一緒にこの勉強会一回出させていただいたんですけど、お子さんがすごい多いんですよ。皆さんすごいですね。もともと子どもを対象に開発したプログラムなので、子どもにやってほしいっていうのもあるんですが、でも大人も実はこういう教育受けてないので、大人だけで来られる方もたくさんいらっしゃいますし、年齢問わず今日本人がやった方がいいなと思うんですけど、足元にも及ばないですからね。古典のイメージって多分ここいらっしゃるほとんどの方がやんなきゃよかったとか面倒くさいとか。それです、それです。ですよね、はい、多分文法教育の結果だと思うんですか。例えば記憶すること多すぎますよね、うん、例えば、はい、助動詞の活用を覚えなさい、はい、ありよりはべりまそかりですと、紙二段活用、そうそうそう、で、あとはかかり結びの法則いいですか、知るかみたいなのもありましたね。でもそれ古典の味わい方として、どうしてもその知りたい人は国文化でも行けばいいじゃないですか、うん、そうですね。いわゆる一般的な初等教育だったら、まず発音できっちりインプットするのと、おぼろげながらにでもこういうことなのかなっていう感じ方ができる程度まで十分なので、そうですね。私は古典解読のプロになる必要ないじゃないですか、実は。だからそれはやりたい人に任せておけばいいんだって。一般国民教育のレベルっていうのは、まず国の歴史や道徳的な概念を含めて言葉を知るっていうところだと思うんですね。で、ちょっともう一回この言葉ですね、一回私が読むので聞いてください。論語の史観第9という節から抜粋した部分です。死のたまーく、年寒くして叱るのちに、小白のしぼむに遅れるを知る。例えば私が死のたまーく、はいって言いますから、そしたら皆さん死のたまーくと。で、多分ね、お昼お仕事とかで嫌な上司にいびられてストレスが溜まってるとかですね、とりあえず暑くて暑さに腹が立ってるとか、そういう人はストレスの吐け口でもいいんですよ。大きな声で発音してみてください。じゃあいきます。しのたまーく、はい。しのたまーく、年寒くして、はい。年寒くして、叱るのちに、はい。叱るのちに、小白の、はい。小白のしぼむに遅れるを知る、はい。しぼむに遅れるを知る。もう一回いきます。しのたまーく、はい。しのたまーく、年寒くして、はい。年寒くして、叱るのちに、はい。叱るのちに、小白の、はい。小白のしぼむに遅れるを知る、はい。しぼむに遅れるを知る。はい、お疲れさんでした。これは実は素読終了ですよ。で、子供の場合はね、これを理想的には何十回となく繰り返して、気づけば覚えなさいって言わないんですよ、別に。あって覚えてしまうんです。大人もそうじゃないですか。何回も耳元で言われると嫌でも覚えるってありますよ。それと同じ効果でやって、意味が分かるか分かんないかどうでもいいんですよ。ということなんですよ。この意味を5年後に分かってもいいし、10年後に分かってもいいし、死ぬまで分かんなくても別にいいんですよ。必要な局面が来れば自分で理解しますんでね。で、例えばですよ、これは現代語で言うと、死のたまーくは論語なんで先生がおっしゃいましたと。年寒くしてったのは、これはそのまま冬になってということですね。冬が来たら、やっとその時点で小白のしぼむに遅れるを知るというのは、松っていうのは常緑樹なので葉っぱが落ちないですよね、落葉しないです。白っていうのはこれ柏のことですけど、柏というのは真っ赤に紅葉をして、その後茶色く縮れるんですが、実は春になって新芽が出るまでその茶色い葉っぱは落ちないんですよ。で、小白っていうのは真冬でも葉っぱが落ちないという象徴として書いてあるんであって、最初からもう一回言ってみると、先生おっしゃいましたと、冬が来たら初めて松や柏が
落葉しないということが分かります。なんだそれだけかよっていう意味じゃなくて、人間の本質もこれと一緒だよという、そういうこあの弟子たちへの解説なんですね。本当に辛い時に人間の進化が問われるのであって、恵まれた環境とか順風満帆な状況においてはその人の本質的な性格であるとか精神力っていうのは見えてこないと。辛い状況に追い込まれた時に葉を落とさない松や柏のようなそういうタフさがあるかどうかっていうのはもう辛い時でしか判定できないと。逆にあなたたちそうあってほしいと。だから響きだけで入れとけば大人になって小白ってなんだろうねって関心があれば調べますし、なんとなく想像つく子も出ると思うんです。小白、松、柏でだんだん意味を彫り込んでいく作業は自分ですると思いますし、これ国語教育を超えてその道徳にちょっと突っ込んでますよね。辛い時こそ進化が問われるっていう。そうですね。だからこういうのやっとけば、一度例えば社会に出た子がですよ、意地悪な上司にいびられた時に気持ちとしては落ち込むけど、いや辛い時こそ進化が問われると、これごときでへこんではならねえって自分を奮い立たせる言葉になるじゃないですか。だから残念なことに今の小学生用の教科書っていうのは、ありさんありさんあいうえおとか書いてあるんですよ。皆さんそれが標準だと思ってませんでした？咲いた咲いたコスモス咲いた、飛んだ飛んだトンボが飛んだと。じゃあさっきの状況もう一回考えてみてくださいよ。社会に出て意地悪な上司にいびられてピンチに陥った、その時になんちゅう上司やこいつはと、ありさんありさんあいうえお特にやる気出てこないと思うんですよ。いやこれじゃあまだ飛んだ飛んだトンボが飛んだダメですよね。そこでやっぱり小白にしぼむに遅れるを知る、自分も小白であるべきだなっていう奮い立たせることができますよね。そうですね。はい、次行きます。次は五箇条の五正門。これあの教育の中だと大概第1条だけなんとなく教科書に載っていたり、五箇条の五正門があるよということだけは習ったりするんですが、発音する機会って実はあんまないんですよね。そうですね。とりあえず1条ごとに私が1回読んでいきます。それに続いて皆さんにお願いします。第1条、広く会議を起こし万機公論に決すべし。じゃあ皆さんでいきます。第1条。はい、第1条、広く会議を起こし。はい、広く会議を起こし万機公論に決すべし。はい、万機公論に決すべし。第2条。はい、第2条、昇華心をいつにして。はい、昇華心をいつにして左官に敬輪を行うべし。はい、左官に敬輪を行うべし。第3条。はい、第3条、幹部一途。はい、幹部一途庶民に至るまで。はい、庶民に至るまで各々その志を遂げ。はい、各々その志を遂げ人心をして。はい、人心をして馬ざらしめんことを要す。はい、馬ざらしめんことを要す。第4条。はい、第4条、旧来の老衆を破り。はい、旧来の老衆を破り雨土の行動に基づくべし。はい、雨土の行動に基づくべし。第5条。はい、第5条、知識を世界に求め。はい、知識を世界に求め大いに好奇を新規すべし。はい、大いに公共進出べし。はい、これいいこと言ってますよね。そうですね。あの特にさっきの大戦の敗戦の後に昭和天皇がですね、もう一度五箇条の御誓文をということで国民に御誓を出されて、ここに足すものも引くものもありませんと。要は敗戦後の日本の立ち直りの原点も実はここにあったというのがこの五箇条の御誓文なんですね。特にまあ素読なので深く意味解説しないってですけども、私かっこいいなというかいいなと思います。3条好きなんですよ。幹部一途庶民に至るまでっていうのは、官僚であっても武人であっても一般民間人であっても、要は日本人全員っていう意味ですね。日本人全員がどうなったらいいなという理想像が示してあって、おのおのその志を遂げというのはみんなの夢が叶いますようにっていう意味なんですよ。みんなのやりたい職業とか果たしたいお仕事、それが夢として叶ったらいい、人心をして馬ざらしめることを要すというのは、人間の心が生むっていうのは、要は何かに不満を持つとか、今でも例えば漢字は違います、海が出るとか怪我をした後、心が病気にならないようなことを社会づくりの上で大事にしていかなきゃいけませんよ。それを考えると残念ながら今の社会は心が病気になるような仕組みがいろんなところに潜んでいるような気がせんでもないんですけど ね。これが五箇条の五誓文でした。じゃあ最後に、はい、これはですね、
今日いらっしゃってる皆さんも覚えて帰ったらいいと思うんですね。特にお子さんいらっしゃる方は日常すごく使える和歌です。元織宣長の和歌で、これはあの神社とかによく行かれたりですね、実は身内に神職がいるんだっていう方だったら知ってらっしゃるケースが多いと思うんですね。この元織宣長が書いたこの和歌は、端的に言ってしまえばいただきますって意味なんですよ。いただきますってね、今時言わない人がご存知です。いただきますって言わない小学校があるんですよ、給食で。言わないんですか。クレームが出て、要は金払って給食費払って食わしてんだからいただきますよ。それなんて言ってるかご存知ですか。私ネット動画で見たんですよ。動画であるんですか。動画で上がってるんですよ。 あるのよ。食べますって言ってるんですよ。びっくりして、いや冗談なの、その様子が動画で出てる、動画で出てたんですよ。食べますって今言ったと思ってギャグですねそれ。そう、真剣になってますよ。クレームが来てそういう話があるっていうのは聞いたんですけど、実際にそれが通っちゃったわけですよ。そうです。あ、だから確かにいただきますっていうのはもちろんあの食事を作ってくれた人の労も含めて命をいただくとか、自然の実り、命を体の中に取り込む、まあ過激な言い方すれば殺すことによって生命が維持できてる、その感謝の念っていうのはもう言葉とか思いでしか表現できないじゃないですか。そこをカットしたら一体何が、金払ってんだからいただきますって言わないっていう、そういう感性を生んだ戦後教育ってすごいなと思うんですよ。ひどいですね。で、元織宣長の和歌ですけども、これ一回読んでみるんでお聞きください。棚厚もの桃の木草も天照らす、日の狼の恵み得てこそ。じゃあ皆さんでいきます。棚厚もの、はい、棚厚もの桃の木草も天照らす、はい、桃の木草も天照らす、日の狼の恵み得てこそ、はい、日の狼の恵み得てこそ、棚つもの、はい、棚つもの桃の木草も天照らす、はい、桃の木草も天照らす、日の狼の恵み得てこそ、はい、日の狼の恵み得てこそ、はい。これもちょっとだけ意味の説明しておくと、棚つものっていうのはお食事というか食材のことなんですね。いろんな表現が実は古典の中にあって、種つものって言ってたりするんですけど、私たちの主食って例えば米であれ小麦であれ種ですよね。で、種っていうのはそこにエネルギー源が詰まっているので、種つものっていうのは種から連なる食材、まあそれが転じて全ての生き物ですよね。野菜とかお肉も含めてそういったものが世の中にある。じゃあこれは誰のおかげでできているのかと、桃の木草っていうのは世の中にある全ての木や草、これ全て太陽が育ててくれたものではないですかと、その太陽を司るこの天照大御神の恵みを感じながら食事いただきましょうねと、そういう意味の和歌なので、だからまあいただきますという意味で、あの神職さんたちはこれ節をつけて食事の前に読まれてまして、ちょっとこれ私言ってみると、棚厚もの桃の菊さも天照す、日の神の恵み得てこそっていうのが神職さん流の表現の仕方なんです。なんかこれ家でできたらかっこよくないですか。はい。あのちなみに元に乗りないのこれごちそうさまバージョンも書いてるんですか。ごちそうさま、それまたぜひ別の機会があったら、はい、またぜひ来ていただいて、はい、はい、だからこれ古典って大きな声で読むって多分あんまなかったです、うん、そうですね、読んだら案外すっきりしませんか。そうですね。で、古典の中からこういうふうに一つ一つ学び取れるものっていうのも今実感していただいた方もあるんじゃないかと思うんですね。まあ、多分今まで一つの受験対策用の国語とか、いやいやだけど定期テストの科目として存在するからしなきゃいけない、したくないけどしなきゃいけないっていう、そういう存在からちょっとずつ、あ、これ生活の中に生きてくるとか、あるいは自分が大きくなった時社会で活躍する時にこういう言葉があった方が自分の支えになるっていう、そういう捉え方をしてもらえたら嬉しいなと思います。逆に言えばね、自分の支えにならないようなつまらん言語教育なんてあんましとっても意味がないと思うんですよね。国全体で見てものすごい損失するんですね、今のやり方は。
あの今こう教室を開かれてるじゃないですか、はい、大体皆さんはもうまた来るような感じですよね。リピート率は結構高いです。大体7割ぐらいです、ね、あ、そんなですか、はい、高いですね。相当高いですね。うん、まあ、本当に単純に親子で楽しんでやってもらえるっていうのがあると思いますし、はい、あの子供にとっても大人と一緒に学ぶっていうのは、大人も頑張るんだっていう、それが刺激になるわけですよね、はい、うん、はい、では勉強しなさいって言ってる親は基本勉強してないわけです、で読書しなさいっていう親は大概読書してないですよ、はいはい、だからやってる姿を見せるっていう教材、その環境を作りたいっていうのもありますし、はい、じゃあ大人は刺激を受けないかっていうと、大人はやっぱり子供が歴代天皇125代とか覚えて発表してるのを見てるとうお、すげえとか思うわけですよ。だから年を重ねてからでも、かつて自分ができなかった生き生きとした古典教育っていうのに触れてみるっていう、うん、そういうチャンスが提供できたらとは思うんですよね。素晴らしい活動ですね。全国またかけ、これみんな持ってますかね、皆さん。とにかく先生すごいのはですね、土日全部もう昔言う言葉ですけど、どさまりです、ね、車とかでもうずっとこう日本全国回られてるんですね。月の走行距離6000キロです。すごいすごいですね。6000キロですか。相当来てますね。それはこの間一緒に会った時も巣鴨で、巣鴨の方の教室でしたね、確かあれは、はい、そうですね。で夜埼玉かなんか行かれ、そのまま青森、夜は埼玉行って、その翌日はまあ新幹線で青森行ったんですけど、まあ、東京までは毎月1回か2回往復するんで、はい、広島東京間が830キロありますので、1往復すれば嫌でもまあ1600キロは超えるんです。すごいですよね。まあ、先生はですからこの素読というものを通して、もともとこの日本にある素晴らしいものを、まあ、これからも伝えていこうと。そうで、これって実はその、はい、私の個人的な意見を広めたいというよりかは、古典っていうのは、はい、やっぱ偉人の言葉ですよね、当然、はい、偉人の言葉をダイレクトに受け取ってほしいんですよ、はい、その教室は私の言葉を伝える場じゃないんですね。かつての優れた人たちの言葉を伝えるっていうのが前提なので、はい、ぜひお前の言うことなんて聞かないよじゃなくて、私が代弁しているだけであって、はい、その奥にあるのはやっぱり優秀な偉人の言葉なんですよ、はい、そっちを捉えてほしいと思いますし、はい、あともう一つ古典学習の上でのトラップがあって、現代語訳にしてくれよと、簡単だからと。あ、でそれはね、気持ちとして確かにわからないでもないですし、うん、漫画の古事記とか楽しいのたくさんあるのでそういうのはいいんですが、うん、ただ役者って言いますよね、その現代語に直す人って言いますよね、はい、その人に何らかの悪意があったり、イデオロギーの注入をしてやろうという邪心があったら、皆さんどうされます、はい、うん、実際ね、古典が現代語に直った時にずっと違うじゃんっていうのあるんですよ、はい、でなんか百人一首でもそういうのがあるという。そうそうなんですよ、はい、尾崎先生も。そうですね、はい、だから原文で読むっていうのは、はい、漢字方は100通り1000通り何本あってもいいんですね、ただオリジナルの感じ方を持つにはまず原文に触れた方がいいなと思います。例えば万葉集の中に4516首歌が入ってて、その4516番目の歌が大友のやかもちの歌なんですね、新たしき年の初めの初春の今日降る雪の癒しけようとっていうんですけども、これは今聞いてえって分かんなくても何回も聞いてたらひょっとしたらこうなのかなっていうオリジナルの感想が生まれてくるんですよ。何回も何回も聞いてれば、あるいは言ってればですね。ただそれを最初から逃げてしまって、ね、意味わかんないんだ、誰か解説持ってこいとそしたらインターネット上でこれ解説してるの一人一人全部違いますよ、言ってることでしょうね、うん、はいはい。例えば私が考える訳っていうのはまさにこの年の春に元旦に雪が積もっている。で昔の暦って元旦と立春が重なることがあるんですよ。だから元旦と立春がダブルで来るラッキーなこの年にお正月に雪が積もっている、その雪が降り積もるように今年良いことが降り積もりますようにっていうふうに私が思ってるんですね。ただインターネットでいろいろ聞くと良いことが降り積もりますようにの部分をですね、大友家に良いことが降り積もりますようにっていう解釈で書いてる人がいるんです。それはその人の自由なんですよ。ただ私は大友家にとかつけると急にケチ臭くなったような気がするんです。それは感じ方が自由なので、
あの原文に即して感じてほしいのと、あとあの、結構反戦活動募金活動が大好きな、うん、スーチ寂聴さんっているじゃないですか。スーチ寂聴さん。イニシャルとかスーチさん、はい、スーチさんの源氏物語ってバブレしてるんですよ。あ、はあ、だからよくあるんですね、源氏物語読んだよって、え、どんなだったって、ああ、あのスーチさんの読んだよって。だから源氏物語をなぜ読むかっていうと、紫式部の感性を感じたいからなんですよ、うん、はい、スーチさんの感性を受け取りた人がおってもいいですけど、はいはい、本当の目的はその平安時代の人々のかかあの暮らしぶりとか、心の持ち方を読むから楽しいんであって、で、ね、あれ読んでみたらやっぱ致命的な欠陥があるんですよ、うん、さすがに源氏物語の中に五言とかを書かない書きようがなかったんでしょうね。切り壺の行為が五言と言っていますとかそれはないんですけども、あの平安時代の中後期の作なので、当時って本当にドンピシャリでその神道と仏教が高度に融合が完了した時期なんですよね。すると源氏物語の原文を読むと、神道的な要素と仏教的な要素がすごく豊かに入ってるのに、うん、S 内さんが書くことによって仏教的要素のみになってるんですよ。なるほど、やりそうですね。で、他にもわざとやったのか、そのああいう職業の人だから自然にやったのかは分かんないんですけど、うん、これはね、要はあの物語を読む中で神道的な要素をカットされると伝わるものも変わってくると思うんですよね、うん、それ考えるとこれも面倒くさくても原文読んだ方が、うん、と思いますね。そうですね、わかりました。日本人にとっての財産ですからね、うん、古典大事な部分だと思うんですよ。まあ、あの先生はですね、そういう日本のもともとのこのもともとある素読というものを通じて日本の素晴らしさをこれからも発信していただいてですね、はい、この当番組はやっぱ日本最高という番組なんで、はい、それに相応ふさわしくまた今後もあの出ていただけたらなと思います、はい、ぜひ来てください。ごめんなさい、あの僕さっき告知でちょっと言うの忘れちゃったんですけど、今日実はですね、若い3人で、ね、前にあの2人あの T シャツ赤い、はい、彼ら実は総合格闘技の選手なんですね、はい、総合格闘技キックボクサーなんですよ。でいつもですね、この試合に出るときにトランクスにしっかりと二色って日の丸の刺繍が入ったトランクスを履いてですね、試合に出て、この間ももう圧勝的に勝ったんですよ。海外でも実際こう試合に行って試合に出てるような、要するにその日本のそのまああのチームデイトという所属チームなんですよね、方々なんですけど、こっちの地元の、え、そうそうです。で荒川の方でしたっけ、ジム荒川とか足立の方ですね、から出て毎回毎回こう試合頑張ってくれてるんですね。彼らはその肉体でこの日本の素晴らしさを海外でアピールしていただいて、先生はもう文化の方から日本の素晴らしさをちょっと多少ちょっと強引な仕方でございます。両方大事ですね、やっていただけたらなと。それであのまあこれもですね、この毎月、はい、毎週のように教室を、一応広島がメインだとは言いましたけども、はい、あの大阪、名古屋、東京は毎月やってますし、あのそれ福岡も8月からは始まりますし、各地どこか近いところがあるかもしれないの で東京でやるっていう話をしても、これ大阪もそうなんですが、定まった会場ではなくて、できるだけそのいい雰囲気の中で、あの素読以外の文化とかにも触れてほしいなっていうの、神社さんとかでやるんですね。あの前の浅草寺でやられてましたね、浅草寺の、ね、境内にある浅草神社って、まあ、同じとこなんですけどね、はい、浅草神社とか、あと明治神宮でやったこともありますし、はい、巣鴨の新勝寺ってお寺でやったこともありますし、お邪魔したくですね、雰囲気を大事にしたいなとは思っています、はい、まあ、実際寺子屋って寺でやってたわけで、うん、空間って大事じゃないですか。 そうですね、そこに仏様や神様がいらっしゃると思うと、子供ってね、はい、あんまり騒がないんですよ。要は雰囲気で感じるんです、自分よりすごいものがいるから、うん、ここでは変なことやったらダメなんだっていう、これある意味雰囲気で教育するっていう方法なんですけど、うん、大事ですね。あとこちらもどうぞ、はい、あとこれですね、終戦の御詔勅っていう、先の大戦の際に昭和天皇が国民に向けて、これラジオで肉声で玉音で発表されたあの部分なんですね。ほとんどの方が実はこれ
耐え難きを耐え忍び難きを忍び、そこしか知らないんです。なぜかというとドラマとかラジオあそこだけ流すんですよね。ただあれってすごく大事なのは、なぜこの戦を始めたのか、今どういう状況環境にあるのか、そしてどういう選択をせざるを得ないのか、そして今こういう現状となり、これからどうすべきなのか、何を注意すべきなのか、国民のみんなはこういう心持ちを忘れないでいてほしい、これストーリーなんですよ、完璧な。ってことは耐え難きを耐え忍び難きを忍びっていう部分だけ抜き出したところで、ご小職の本来の意味は伝わらないので、それ考えるともう一回一から全部読んで、もちろんこの中でも素読で響きでインプットしてもらいたいっていうのと、これは大人も知らない内容がたくさんあるのでしっかり解説を加えて、開戦を振り返るというよりかは今の日本人にもろ突き刺さるメッセージもすごくたくさんあるので、改めてこれをやってほしいなというのは、8月16日が東京の会場ですので、ぜひ来ていただければなと思います。8月16日と8月2日ですね。8月16日が広島会場ですね。東京会場が、8月16日日曜日の、1時半から3時までですね。はい、品川区のスクエアエバラっていう航空施設で行います、はい、参加費が1500円で、はい、定員が70人ですね、はい、で広島の方が8月2日の、3時半から5時まで、はい、これは浅南区民文化センターで、はい、参加費は東京と同じ1500円です、はい、ぜひいらしていただければなと思います、はいはい、それとあともう一つなんですけど、先生 本新刊出されるんですよね。ちょっと遅れるんですが出すんですが、はい、これはすでにあるものはですね、あの日本人 OS インストールガイドというのを書いてまして、特に国語力を伸ばすということと、誰かや何かの批判ではなくて、こういう方法を使えばきっと日本人らしく育つはずだっていう具体論を書いてるので、誰かの悪口を言うようになっちゃ嫌なんですけど日教祖の悪口だけ言ってスッキリするのはもういかにやめた方がいいと思うんです。全くね、日教祖はけしからんとは思います。ただ彼らの正義があって、彼らの正義に基づいて彼らは制圧してるんですよ、世の中。私ら言うなればマイノリティなんですね。マイノリティがいかに勝ち上がっていくかっていうのは相手の批判だけではなし得ないと思うんですよ。すると非常に彼らがやったのと同じことですよ。した中に綿密な計画を立てて具体論で相手に迫っていかなければ勝てない。だからそういう批判は書いてません。こうやったらいいんじゃないのっていう話をたくさん書いているので、Amazon でも買えるので、はい、ぜひよろしくお願いします。今日何冊かお持ちいただいているので、はい、会場でもお求めいただけますんで、はい、先生の方の本はいつ頃出されるんですか、新刊の方は。一応12月ぐらいに になるかなという。12月をめどにまた、はい、素読の本を出される。素読関係の本です、これは。でまたその本を出た頃にはまた、あ、ぜひぜひまたぜひよろしくお願いします。また出ていただければなと思います。今日はどうも長い間ありがとうございました。なんか最後に一言。いや、結構長時間だったので多くの方にお付き合いいただきまして本当にありがたいことです。多分もっとここには有名な先生とかが座られる方があると思うので、私の会に来られたのはある意味外れだったのかもしれないですけども、ちょっと古典とか国語とかですね、めんどくさーとか思わずにほんのちょっと触れていただくだけでえっと思うことたくさん出てくると思うんで、ぜひ学びを深めていっていただければなと思います。あと東京の総教室来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃどうもありがとうございました。ありがとうございました。外読は8月の19日、ゲストが、はいはい、日本ウイグル協会の、はい、イリハム・マハム、日本の代表の方なんですね。トゥールモハメです、ね、ウイグル人の集まりの代表の方ですね、はいはい、でまあ、実際そのウイグル人の方に来ていただいて、いかにシナがひどいことをしているかということなどいろいろちょっとお話聞きたいなと思ってますので、またぜひご参加ください。今日はじゃあ先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。